本試験解説、問題3。2014、平成26年の介護保険制度の改正内容として、正しいものはどれか3つ選べ。1番、指定介護老人福祉施設には、要介護1及び2の被保険者は全て入所できなくなった。指定介護老人福祉施設には、要介護1及び2の被保険者は全て入所できなくなった。とありますが、これは誤りですね。 2014年改正によって介護老人福祉施設の入所要件というのは原則要介護3以上となりましたが要介護1と2というふうに認定を受けている人がみんな入れなくなったというわけではないわけですね知的障害とか精神障害とかあるいは認知症なんかにかかっていて自立した日常生活が難しい居宅生活が難しいという場合はですね入所検討委員会を通してですね入所できるということはあるということですね例外的に入所できるということはあります ですので、まあ、認知症で BPSD が激しい人、著しい人なんかをイメージするといいかなというのはありますけどね。ということで、みんながみんな入れなくなったというわけではないので、一番は誤りと。ではその次二番。地域ケア会議の設置が市町村の努力義務として法定化された。地域ケア会議の設置が市町村の努力義務として法定化された。とありますが、これはその通りで、丸になります。まあ、地域ケア会議っていうのは、もともと昔からあったはあったんですよね。 ただ開催について特にまあ規定されていたわけではなかったそれが2014年改正によってまあ法定化されたわけですねただしまあ法で定めるというので法定化ということなんですけれどもどのように定められたかといったら、まあ、地域ケア会議は開催しなければならないというふうに法定化されたわけではないわけなんですね開催するよう努めなければならないというふうにですね努力義務として法定化されたというのが実際になりますね ということで2番というのはこれはその通り丸ということになります。その次3番、訪問介護及び通所介護は予防給付に係る介護予防サービス費の対象から除外された。訪問介護及び通所介護は予防給付に係る介護予防サービス費の対象から除外されたとありますが、これはその通りで丸ですね。 まあ,ある意味においては革新、革命であったわけなんですけれども、まあ、介護予防訪問介護、介護予防通所介護というものが保険給付事業からは外れたわけなんですね。地域支援事業の総合事業の中にある介護予防生活支援サービス事業というところに移行したんですね。まあ、それぞれ第1号訪問事業、第1号通所事業というふうに名前を変えたということですね。これが2014年改正になっております。ということで3番はその通り、丸であると。 でその次4番「第1号介護予防支援事業にかかる,る介護予防ケアマネジメントの利用者負担が1割または2割とされた」とありますがこれは誤りになります。第1号介護予防支援事業っていうのはこれは地域支援事業にあたるわけですね。で地域支援事業の利用料っていうのはこれは国が まあこう示しているわけなんですけど、考え方はですね、定めているわけなんですが、まあ、それに基づいて市町村が独自に定めるということになっております。国が指針を定めてですね、こういうふうな感じで計算、考えてくださいねというものを示していまして、まあ、それに基づいて市町村が独自に定めるというふうになっております。地域支援事業はですね。ただ、この第1号介護予防支援事業に関して言うとですね、これは許諾介護支援や介護予防支援同様、ケアマネジメント事業になりますので、まあ、利用者負担は原則ゼロと いうことにはなっておりますす原則ゼロですね、まあ、ただし地域支援事業の一種になりますから、まあ、地域支援事業の利用料は市町村が独自に定めるという観点もですね合わせて持っておくといいかなというふうに思いますそしてその次5番地域支援事業として生活支援コーディネーター括弧地域支え合い推進員が配置されることになった地域支援事業として生活支援コーディネーター括弧地域支え合い推進員が配置されることになったとありますが これはその通りで丸で丸すね。地域支援事業の一つに包括的支援事業というものがありますがその包括的支援事業に生活支援体制整備事業というものが位置づけられたんですね創出されたんですね2014年改正によって。 でこれは何かといったら、まあ、今総合事業の一環として生活支援サービスを利用者さんに提供していこうというふうに国は言っているわけですね、まあ、地域包括ケアシステムの中の一つにも生活支援ってありますよねですから利用者さんに対して、まあ、配食サービスであるとかあるいは見守り支援であるとかあるいはその他のさまざまな生活支援サービスというものを提供していこうというふうに言っているわけなんですけどそのインフラ整備というのが今全く整っていないという状況なわけですね 例えばそのサービス自体がまだ不足しているっていうのもありますしそのサービスを提供する、まあ、担い手ですよね事業者であるとかボランティアであるとかあるいは地域住民であるとかですねそういうような担い手っていうものもまだまだ不足していますから要請していかなくてはいけませんし、まあ、それからですね利用者さんがいざ使いたいというふうになってもですねじゃあどうやって使えばいいかっていうことも全くその辺の仕組みというのはですね構築されてはいないわけですよね。 ですから、その需要と供給というものをこうマッチングさせるということもやらなきゃいけませんし、まあ、生活支援サービスを提供するといってもその提供する人たち同士のつながりネットワークというのも構築されていませんからそういった構築というのもやっていかなきゃいけないわけですね。ですのでまだまだ課題というのはたくさんあるわけなんですけれどもこの生活支援サービスというものを提供する、まあ、体制ですねこのインフラ整備というのを今からどん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 あの推し進めていきましょうねということを言っているわけですね。 これが包括的支援事業の中に位置づけられている生活支援体制整備事業というものなんですけれども、まあ、今言ったようなですね 例えば、サービスの創出であるとか、あるいは担い手の要請であるとかですね、あるいはまあ事業者間とか関係者間のネットワークの構築であるとか、あるいは需要と供給をマッチングさせる、まあ、そのサービス提供者側と利用者さん側というものをマッチングさせていくといった、ですねこういったことをマッチング機能ですね、こういったものというのをまあ中心に推し進めていく人、コーディネートする人というのをまあ生活支援コーディネーターというふうに言っているわけですね。まあ、こういういいに位置づけててまして まあこれは必要なものになりますから、まあ、市町村というのはこの生活支援コーディネーターというのを配置しなくてはならないと、まあ、2018年の4月までには全市町村において配置しましょうと、うん、配置を義務付けているということになっているわけですね、まあ、そういうふうに位置づけられる人ということになりますということで5番はその通り丸となりまして2014年の介護保険制度の改正について問うているこの問題の正解は2と3と5の3つが正解しということになります繰り返します2番 地域ケア会議の設置が市町村の努力義務として法定化された。3番訪問介護及び通所介護は予防給付にかかる介護予防サービス費の対象から除外された。5番地域支援事業として生活支援コーディネーター地域支え合い推進員が配置されることになった。この3つが正解誌になります。解説は以上です。